カットまで落ち合い。なんと今回はロッテ時代の三冠王落合選手から始まりました鴨静香の野球選手モノマネ番外編。ありがとうございますね。ちょっと待ってくださいよ。なんのこっちゃですよね。見てる人いきなりね落合が出てきてもびっくりしますよね。私、平日じゃないですね、土曜日、毎週土曜日午後1時から午後6時まで毎週ですね、明石英一郎さんと明石のいいんでしょ大作戦、こちら担当してるんですけども、そんな私が、ひょんなことで野球選手モノマネを、今もこの動画見てくださってる方いますよね、この公式 YouTube で毎週1本上げております。これ先ほど近鉄バファローズ時代のタフィーローズ選手のモノマネさせていただいたんですが、その2つ目ですね、2人目のロッテ時代の落合選手でした。ありがとうございます。でね、今日ねユニフォーム持ってきたんです、いっぱい。STV ラジオの紙袋にたくさん詰めてきました。ちょっと皆さんと一緒に、私のこのユニフォームどれぐらい上達していったのか確認してもらおうとって持ってきましたよ。まずさっきのタフィーローズ選手ですね。タフィーローズ、これ置いた方がいいですね。置きます、よいしょ。タフィーローズ選手、そして落合選手、このあたりはちょっと両面テープで止めてるんですよね。すっごい簡単なんです。でもやっぱ最初に始めたぐらいだったので結構気合い入ってます。で続いてですよ、続いてが阪神タイガースの掛布選手。掛布選手も真似してるんです、私。噂に聞くとですね、掛布選手が一番視聴回数が多いようなんですよね、見ていると。でちょっとスタッフに聞いたところ、鴨静香とか STV ラジオで検索してるんじゃなくて、みんな掛布で検索して私の動画までたどり着いてくれてるみたいです。どんどん行きますよ。そして続いてジャイアンツクロマティ選手。ここで私、皆さん気づきました、変化を。ミシンを手に入れたんです、鴨静香。1000円ぐらいで30年もののミシンを手に入れます。でですね、ちょっと安易ですよね、黒い線1本入れればこの黒い、ラインになるんじゃないかと思ったんですけども、全く遠くから見えないすごく雑な作りになっております。さあ続いていきますよ。さあ続いてはなんと日本球界から飛び出してドジャース野茂選手。ありがとうございます。野茂選手トルネード投法、これもね真似しましたね。さあどんどん行きます、大丈夫ですかね。さあ続いてカープです。カープの40番といえば達川選手ですよね。達川選手といえばヘディング事件とかね、なんかいろんな事件がありまして、そんな事件も私真似させていただいております。どんどんこれ結構上手になってると思いません？上手になってますよね。ミシンと、あとはグルーガンっていうんですかね、溶かしてくっつけるなんか接着剤みたいのも手に入れて、私どんどん上手になっていってます。でどんどんいきますよ。続いて横浜のポンセ選手、おひげつき。こういう風にやりまして、ポポポポンセ、ポポポ、あ、落ちちゃった、ポンセっていう風にね、真似もさせていただいております。あ、なんと OK が出ました。まだまだあるのに、まだまだお見せしたかった。鴨静香の野球モノマネ、来週、今週ですかね、今週も最新作登場しますので、ぜひご覧ください。また
残りはいつか皆さんにお見せできるかと思います。よろしくお願いします。ではでは、この後ですね、この後は先ほども登場いたしました STB のアナウンサー西尾由紀アナウンサー、そして佐々木みなみアナウンサーのお二人によるゆきとみなみのミート&トークです。どうぞお楽しみください。